高く思えて車を寄せた雨上がりの店。皆さん、世田谷区で行っている地域バス見学会ってご存知ですか？世田谷区は23区の中で一番広く、暮らしに関係した施設や歴史を物語る旧跡などがあちらこちらにあります。すぐ近くのことは知っていても、ちょっと離れたところでは案外知らないことが多いはず。そこでバスを使って自分たちの住む世田谷を回り、見直してみようじゃないかというのが世田谷の地域バス見学会なのです。では先日行われた地域バス見学会の様子を見てみましょう。この日はあいにくの雨でしたが、地域バス見学会は雨天決行です。このバス見学会、個人でも団体でも利用できるんですが、今日は団体利用の日です。参加したグループは、この世田谷区立玉川大区民センターで話し方、聞き方を勉強している地域サークルの皆さん。そして今日の行き先は、皆さんの希望により普段あまり足を運ばないという烏山地区探訪、露化甲州園や烏山寺町などを回ります。さあ発車往来、地域バス見学会の出発です。皆さんおはようございます。昭和40年から始まったこの世田谷区の地域バス見学会、まずは担当する世田谷区区民の声かからの挨拶と、今日の運転手さん、バスガイドさんの紹介です。今日の車運転はいつも、もう11年になります、里見さんです。どうぞよろしくお願いいたします。でガイド役は皆さんと同じ区民の方ですが、船橋にお住まいの豊島さんです。どうぞよろしくお願いいたします。では3所の見学地のことのご説明いたします。3所、この資料の一番右の傘のところをご覧ください。露化甲州園と書いてございますね。徳富露化という方をご存知と思いますが、明治の文豪です。大変なキリスト教徒で、非常に信心深い方だったそうです。雨の滴る、それこそ雨が降りますと家中がバケツが並ぶほどの家だったそうなんですね。この見学会のバスガイドさん、区民の中から募集しているというのが世田谷区の特徴です。区民同士親しみが持てる、そして同じ区民という視点からの説得力のある解説ができるという理由から、この区民バスガイド、昭和55年から採用されました。やりたいという人もなかなか多く、現在7名が活躍中です。浅草カヌーです。浅草カヌーは正式名が金龍山浅草寺と、甲州街道は江戸五街道の一つです。甲州街道は江戸五街道は甲州街道の東海道、日光街道、中山道、奥州街道で江戸五街道と言います。初めてからすぐの時にどうしても時間がたくさん待ってしまって、話すことがなくなっちゃった時などね、ただぼーっと立ってるだけで、すごくどうしていいかわからなくて恥ずかしかったです。バスの、運転手の方がベテランなんでね、その方がいろいろと教えてくれるんで、だいぶ助かりました。そんな世田谷の地域バス見学会、申し込みは個人でも団体でもできます。個人参加の人にはおすすめの特選コースが毎月用意されていますし、団体参加ではその目的や希望により見学先が選べます。さて、どんなところに行けるのか見てみましょう。上神寺、松陰神社などのお寺や神社、岡本公園民家園や代官屋敷などの文化財、轟渓谷をはじめとする庭園や公園、総合運動場、青年の家、富士見荘などのコミュニティ施設、美術館や博物館、そして浄水場、防災備蓄倉庫などの施設、
これらの中には世田谷区以外のところもありますが、例えば世田谷区の水道水を作っているのが川崎にある長沢浄水場であるといった理由で、どれもこれも一度は見ておきたいところ、知っておきたいところですよね。ところで皆さんを乗せたバスは最初の目的地、世田谷区粕谷の芦花甲春園に到着したようです。この建物の説明させていただきます。こちらの方が母屋ですね。芦花が来ましたときはこの建物しかありませんでした。こちらが先ほど、天井からお空が見えるというあばら屋だったんです。でこれ朽ち果てておりまして、東京都の方が綺麗に手直しいたしまして、中の方の板張りも新しい板を入れたり、いろいろ手を加えております。でも原型はそのままです。訪れた先、芦花甲春園の方にこのバス見学会について聞いてみましょう。いかがですか、このバス見学は。いいと思いますよ。特に世田谷区の場合は熱心にやってますからね。もう見えておられます。たまに立川あたりの人も来ますけどね、主に世田谷が知るんだって力入れてますね。だいぶ熱心に聞かれます。いかがですか。このあいにくの雨ですけど。とっても良かったです。芦花のいろいろ人生の勉強になりましたね。あいにくのお天気ですよね。お天気ですけど、雨は雨でまたとってもいいですね。はい。芦花甲春園を後にして、バスは次の目的地、26もの寺が集まった町、烏山寺町へと向かいます。ご覧になってください。これから参ります烏山寺町についてご説明いたします。真ん中に烏山寺町と書いてございまして、地図が載っておりますね。なぜこの世田谷のこの地に烏山というこの一角にですね、これだけたくさんのお寺さんが集まったかと申しますと、このバスはいかがですか。とても乗り心地がいいと思っております。今いかがですか、このバスは。はい、私も初めてなもんですから、大変今日はお天気悪いんですけど、でもとても楽しく行かれそうです。と、まあ皆さんに好評のこのバス、実はこの地域バス見学会専用のバスなんです。世田谷区はよその区に比べてもこのバス見学会が実に盛んで、年間およそ200回も行われています。そこで昭和53年からこんな39人乗りの専用バスが使われるようになったというわけです。こうして世田谷のいろいろなところを区民がその目で実際に見て回る、それは世田谷の歴史であったり、暮らしにそのまま直結した部分であったりします。そんな体験が私たちには何よりも貴重なんですよね。こちらお蕎麦の石碑で有名な松王院の住職松永さんにお話を聞いてみました。ご住職の側としてはいかがですか、バス見学会は。やはり今世田谷広いですからね、その意味では皆さんが世田谷区の方たちがこちらおいでになって、この寺町の自然環境とか、あるいは文化的なですね、ものに触れていただいて勉強していただくということは、私たちも非常に勉強になりますし、関心を持ってこれからの皆さんにぜひ体験をしてもらうということで、やっぱり目に触れて皆さんが勉強してもらうと一層関心を深めてもらうことができると思うんですね。ですからとてもまあ歓迎いたします。こちらが杉並区と、それから三鷹との境界に入ります。この近くにですね、西沢つつじんさんというつつじが大変たくさんあるお宅があるんです。いらっしゃったことありますか。
はい、見てください。この奥にですね、何メートルからの土地を植えてございまして。次の目的地は調布の近代植物公園。ここでは自由見学です。今日のバスガイド豊島さんにお話を伺ってみましょう。あの反対にあの皆さんに知っていただきたいのは、まあ、あのそういうお寺ですとかそういう施設 の, あのことよりも生活に直結したところの方を最初に知っていただいてっていうのが私持論なんですね。ですから浄水場ですね、それから下水処理場、水処理センターっていうんですけれどもとか、それからのゴミの清掃工場ですね、ああいうところっていうのは区民の方がどうしてもあの一回は見学なさるべきだろうと思うんですね。あの浄水場の場合はやはりあの去年渇水で大変水が不足しましたね。ああいう時あの自分が知っているとその節水ということを最初に考えますよね。ゴミなんか特にそうですね。分別ゴミ世田谷あの東京都の場合やってますけれども、それでもあのガラスが入って出てきたり、それからあの、うん、今圧縮したなんでボンベのようなものありますね。ああいうものも一緒にあの出される方が多いんですね。そういうのをあの見学で見に行きますと、あの皆さん気をつけるわって必ず言ってくださいますね。やはりそういう被害の状況ですとかその中をご存知になると、あの受け止め方が全然違うようですね。いかがでしたか。バスで回る世田谷、私たちが自分の住む町世田谷の施設や旧跡など暮らしに関係したところを見学して、今の世田谷をよく知り見直すということ、そこからどこか違った自分が発見できるかもしれませんね。皆さんもぜひ一度参加してみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。